このまま一気に上り詰めていきますか。スリットプリンセス愛知宇野弥生。おはようございます。いつもと違うことしましたが、レースはいつも通り私が参加しています。お願いします。きちんと仕事なので、このレースを決めて逆転で行います。緊張もリズム表情、そして新しい動きが出ているこの熱い風合いは全く変わりません。セカンドネームはスマイルクラッチ岡山寺田千恵。おはようございます。ティアラをかぶりに来ました。一生懸命頑張ります。待ってやろう。はい、といましてキャラクターキャラクターのカラクに勝負の東京を踊る今大きなカラになって今こそこのビッグマイトを取りに行きます。憧れの瞳は広島スミ瞳。1年間コツコツと走ってここに来ることができました。この大舞台で実力以上の力が出せるようファンの皆様たくさんパワーを送ってください。今妻がこの大きなステージで答えを出します。セカンドネームはビューティーベル山口向井美鈴。ここにいられることが奇跡だと思ってます。ゴールラインでガッツポーズがしてみたいので楽しんで帰ります。応援お願いします。出たからには優勝目指して頑張ります。いつも応援してくれてる伊藤さん、杉本さん、お母さんありがとうございます。頑張ります。
頑張りますので、皆さん応援してください。よろしくお願いします。セカンド年もちろん新潟県からギャラクシークイーン岡山田口節子。おはようございます。強い気持ちを胸に4日間今も出る力を締めて出しています。2度あることは3度ある。今回も言っておきます。初代賞金女王になります。こちらが賞金女王で贈られます。まずティアラでございます。おはようございます。カンペ。田口さん、あの時間たっぷりありますので、はい、十二分に、はい、第1回賞金女王決定戦に出場する大丈夫か。もう一回行くか。カンペ読みながらもう一回行きます。いいですね、それでも最初から第1回賞金女王決定戦出場する私たち12名は第1回大会にふさわしい寒さに負けず迫力あるレースを提供することを誓いますので最終レースまでご声援とご来場